だからその皆さんから頂いとるその、えー、なんだっけこれスーパーチャットスーパーチャットで,、はい、ーーットでいつも著作権使用料を払ってるんですけどもその収支報告からさせていただきたいと思います、はい、ここに年、ね、全部貯めていますからね豚の貯金箱にこれがえー、っとマグリットで <laughs> マグリットにやられたってやつなんですけども <laughs>、えー、4月に生配信した時に頂い,いたスーパーチャットが29万 円、えー、円あ円あっって繰越金がたんです、ね、で、すね著作権切れてると思ってたマグリットが切れてなかったっていう問題があって結構使,使っちゃうことになったんですよ、はい、ここで31万7,000円かかっちゃいましたそれでもまあここでほぼチャラだから4月に至れた分の29万7795円30万円近くがまだ残っていますから またあの誘導著作権シリーズね何かあのこの範囲でできるものがあればやっていきたいと「マグニットさんお高いのね」って言うんですけどマグニットさんが特にお高いわけじゃなくってあの切れてると思ったからたくさん使っちゃったんだよ <laughs> いい調子でいい調子でたくさん使っちゃったからこの値段になったんですよ。これはあのこれちらのね ミスっていうか、あれな、そう、マグニットの著作権生きてる、生きてたんですよ。ベルギーが戦時加算があったんですよ。はい、日本ベルギーと戦争してねえじゃんと思うんだけど、<laughs> 戦時加算があったんですよね。これが一本取られましたね。はい。やってしまいましたよ。はい、や、やってしまった。から。マグニットいうことで、そう言っていただけると、はい。い<や>はい、あ,いあのお高いあれで、で、あの、あれですよ。また。 来年になると更新でまたこれ払わなきゃいけなくなるから多分それ持ちこたえられないからあの1年以内にご覧いただいたほうがいいですよね。い延長できない可能性が大いにありますからよろししくお願い,いたしますよかったらここで,あれですか、ね、皆さんにもしやってほしいああそうですね有料著作権著作権が切れてないような画家さんであるいは芸術家さんで。 やってほしい方っていうのがあれば、えー、言ってくださいどうよ,よく言われてるのは誰だっけホッパー言う人多いよねかですねはいホッパーとかホックあウォーホルとかさウォーホルとか高いんだよ、うん、ウォーホルとかホックにいて高いんだよ